おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズン続きやっていきましょう。前回はなんかキスケくんの弟くん今はもういないんだ、え気まずってなって、で修学旅行で目的地に着いたんだけど記憶が戻りかけてぶっ倒れてうんうんってところです。めっちゃわかりづれえな。じゃあとりあえずこれからっていうところに進みましょうか。とりあえずじゃあこのこれからっていうパートから始めていきましょう。はい、消費して進む。それからしばらくして俺は修学旅行を終えバーに帰ってきた。もう終わ、もう終わったんだ。ザザザガチャ。ただいま。おかえり。どうだった？修学旅行は楽しかったかい？うん、すごく楽しかったよ。どうした？あまり楽しそうには見えないが。アブさん、俺は京都で思い出した記憶のことを話した。なるほどな。お前は中学の頃に京都に来たことがあったんだな。うん、そうか。それは大きな進歩ね。少しずつだけど確実に記憶は戻ってきている。このままドッペルゲンガー退治を続けていけばきっと思い出せるんじゃない？そうだよね。ドッペルゲンガーさえ退治すれば俺の記憶は戻る。だったら俺はやるしかないよな。その息だわ。じゃあ明日からまたドッペルゲンガー退治をよろしくね。うん、今日はもう寝るよ。うん、おやすみ。そして俺はそのまま眠りについた。クリア。ほう、次のパート進むか。それからしばらくして、またこの夜だよ夜。寝ていた俺はふと気配を感じて目が覚めた。なんだこの嫌な感じ、前にどこかで。そして俺が起き上がると、そこにはもう驚かないよ。はい、こんにちは。あ、違う、こんばんはでした。またあの謎の人物が立っていた。え、なんか持ってない？お前は。だよね、だよね。よく見るとその右手にはナイフが握られている。うわ、来るな。こいつ、まさか俺を殺しに来たのか。お前はドッペルゲンガー退治をすることをやめないつもりのようだな。え、さっきここでこのバーの店主と話していただろう。お前は確かにドッペルゲンガーさえ退治すれば俺の記憶は戻る。だったら俺はやるしかないよな。そう言ってただろう。それはドッペルゲンガーを退治することがどれだけ危険な行為か。危険な行為？それってどういうことだよ。俺たちはドッペルゲンガーを退治して救ってるじゃないか。いいや、お前は何も分かっていない。とにかく私はお前に警告したはずだよな。もうこれ以上邪魔をするなと。やめてくれ。殺さないで。本当はここでお前を殺して終わりにするべきだが、まだ殺しはしない。まだ？え、お前に最後のチャンスをやる。チャンス？明日の夜に海神学園で待っている。必ず一人で来い。来なかったり、もしこのことを誰かに伝えたら、お前だけでなくお前の仲間も全員殺す。いいな、私は本気だ。一体
体お前は何のために。それはお前ならわかるはずだろ。それってどういう。自分で考えろ。ガチャ。なんでこんなさ、セキュリティガバガバなわけ。バーにも鍵くらいついてるでしょ。ちょっと待って。たたた。ガチャ、あれいない。また消えた。まずい。あいつは本気だ。もし従わなかったら本気で俺たちのことを殺すつもりなんだ。ああ、クリア。もうセキュリティのガバガバさが怖いんだよ。ザッザッザ。ここでいいんだよな。俺は指示された通り一人で学園に来ていた。きっとこれはあいつの罠だ。何か起きたら全力で逃げよう。大丈夫、大丈夫だ。その時だった。ザッザッザ。後ろからゆっくりと近づく足音が聞こえてくる。まさかあいつか。おい、そんなところで何してんだよ。なんでキスケくん来るん。え、キスケ。なんだよそんな血の気の引いた顔して。お化けでも見たか。どうしてここに。どうしてって、お前が心配でつけてきたんだよ。ええ、ほらお前最近様子がおかしかっただろ。修学旅行ぐらいから心ここにあらずみたいな感じでさ、いつも一人で何か考え込んでいたじゃねえか。それはまあ優しい俺としてはそんなお前を放っておくわけにもいかないだろう。お前に話を聞きに行こうとバーに向かってたらお前の姿が見えたからさ、こうして追いかけてきたってわけ。どうしよう。あいつは俺に一人で来いって言っていた。それにもし約束を破ったら仲間を殺すって。まずい。このままじゃ危険じゃないわ。キスケが危険なんだよ。このままじゃキスケが危険だ。あのさキスケ、心配してくれてすごく嬉しいんだけど、俺は大丈夫だから今日はその帰ってくれないか。は？おいおい、なんだよそれ。それが心配して来てやった友達にかける言葉か。本当に大丈夫だから早く帰って。おい落ち着けて。どうしたんだよそんなにムキになって。お願いだから帰って。ごめんキスケ、本当はこんなこと言いたくないんだ。でもこのままだと。なあ信行、やっぱりお前何かやばいこと抱えてるんじゃないのか。それはそうなんだろ。俺にも話せないことなのか。それは何か言えない理由があるんだな。その反応、やっぱりそうか。一体お前の周りで何が起きてるんだ。なんでこんな時間に学園に来てたりするんだよ。誰にも言ったりしねえから全部話してくれよ。ダメだ、これ以上ごまかせない。話しちゃったの。そして俺はキスケに謎の人物に関することを全て話した。マジかよ、まさかそんなことが起きてたなんて。お前の様子が変だったのも納得だぜ。うん、相談できなかったのはあいつに脅されていたからで。お前は俺たちを信用してねえのか。そんなやばいことになってるならちょっとは相談しろよ。脅されてるとか関係ねえだろ。でも、もしこのことを誰かに相談したらみんなの命が危険に。だとしても、
お前一人で抱え込むことねえだろ。もっと俺たちを頼ってくれていいんだぞ。キスケ、疑ってごめん。俺たちはオカルト部の仲間だろ。そうだよね。うん、ありがとう。次から何かあったらちゃんとみんなに相談するよ。ああ、そういや、信行はその謎の人物に呼び出されたんだよな。まだそいつは来てないのか。え、うん、もう約束の時間は過ぎてるのに、さっきから姿が見えないんだよね。なら早く逃げ。おい、一人で来いって言ったよな。するとどこからともなく不気味な声が響いた。だ、誰だ。この声はバジジジイ、バジジジイ。何、スタンガン。ダメだ、体に力が。おい信行、大丈夫か。あ、バジジジイ。キスケ、これはまずい。誰か助けを呼ばないと。お前は私の警告を無視した。だからここで終わりだ。まずい、このままじゃ。そして俺はそのまま意識を失った。クリア。うわ、待って、ごめん、キスケくん、めちゃめちゃ疑ってたな。キスケくんじゃなかったんだな。ごめん。でも本当に自分が嫌。ああ、泣きそうだったもん、さっき。ちょっと進むか。あれ、これ進む、え？ハート消費してないけど、いいの？ここは。目を覚ました俺は辺りを見回した。辺りを見渡した。理科室だね。ここは教室？理科準備室か。なんでこんなところに。何、毒ガス？なんだこの音は。なんだこれ。少し頭がクラクラする。まさかガス。そうか、あいつ俺をここで殺す気なんだ。まずい、早くここから脱出しないと。クリア。おお、2度目のクリア。ライフ3消して次のパートに進みますか。進みましょう、進みましょう。調査パートスタート。ここに、キスケくんはどうした、大丈夫？これは何、金槌だ。いや、今は早く扉から脱出しないと。扉多分開かないんじゃない？早くここから出ないと。が、開かない。うん。なんだ、何かが引っかかって扉が開かない。くそ、扉から出るのは無理だ。そうだ、この扉にあるガラスをどうにかできないか。くそ、早くしないと。オッケー。じゃあこの金槌？これは、金槌。これでガラスを割れそうだ。これでガラスを割れそうだ。うん。金槌だ。進展あり。割るか。さっき拾った金槌で窓ガラスを割れば。俺は思いっきり金槌を窓に叩きつけた。ガン、ガン。嘘、割れない。どうして。もしかしてこの窓は強化ガラスでできてるのか。くそ、扉もダメ、窓もダメ。じゃあ一体どこから脱出すれば。そこに排気口、なんていうの、通気口があるよ。そこに通気口があるよ。これでね。これはダクト。そうだ、ここから出れば。ガチャガチャ、ネジで止められていて開かないみたいだ。ネジを開けるもの、なんかあるかな。これ、ここの辺とか。ドライバーだ、あったね。そうだ、
これでダクトのネジを開けられるはず。よし。まあ別に時間制限ないんだけど。よし、さっき見つけたドライバーで。ガチャガチ。あれ、回らない。どうして？あれ、このネジよく見ると。まさか、ボンドで固定されてる。まずい。あいつは、意地でも俺をここで殺す気なんだ。くそ、早く出ないと。でも、他にこの部屋から出る方法なんて。その瞬間、死への恐怖が全身を駆け巡った。嫌だ、死にたくない。ガンガンガン、誰か助けてくれ。俺は意識が朦朧とする中、扉を叩いて全力で叫んだ。誰か誰か。しかし俺の叫びは虚しく、誰も答えてはくれない。そんな まずい、もう意識が。誰か助けて。その時だった。ガチャガチャ。この音は。ガチャ。突然扉が開いた。信之くん。何があったの？これガス？早くここから出ないと。そして俺はルイに連れられ部屋から助け出された。ルイくん、ありがとう。進まない。どうして？あ、ライフを1消費して次のパートに進みますか。進みたいけど、どうしよう。ちょっと厳しいか。いや、ちょっと進んでみるわ。これでなんか、まあ長そうだったら前半後半にします。ザザザ。もうここまで来れば大丈夫だね。信之くん、大丈夫？一体何があったの？あいつに閉じ込められて。あいつって？ごめん、詳しい話は後にするよ。わかった。それよりルイくんこそどうしてここに？シロウくんと一緒に信之くんを探していたんだよ。俺を？最近信之くんの様子が変だったから心配してて。さっきシロウくんと一緒にバーに行ったら、アブさんから信之くんがいなくなったって聞いて、それで心配になって探し回ってたんだ。そしたら偶然助けを呼ぶ声が聞こえて。そうだったんだ。ありがとう、助かったよ。早くシロウくんにも信之くんを見つけたって教えなきゃ。そうだ、キスケは？キスケくん？キスケも襲われたんだ。どこかで見なかった？いや、見てないけど。まずい。キスケも俺と同じように。だったら早く助けに行かないと。ザッザ。ああ！顔色悪すぎる。のぶゆき、ルイちゃん、キスケ、その傷どうしたの？大丈夫？なんとかね。傷だらけだね、顔がね。もしかしてキスケもあいつに？ああ、目を覚ましたらこのざまだよ。早く手当てをしないと。いや、傷自体は大したことないから大丈夫。でも、そういえばルイちゃんは一人で来たの？いや、シロウくんも一緒だよ。手分けして探そうって別れたんだけど、さっきからシロウくんに電話してるのになぜか繋がらないの。まずいじゃん。おい、それまずくないか？まさかシロウくんも？とにかく早くシロウを探しに行こう。ああ、クリア。イエーイ。じゃあちょっと今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。なんか大変なことになってきた。キスケくんへの罪悪感が消えない。ごめん、好き。じゃあね、バイバイ。また次回。
お会いしましょう。おつきよう。